いいよ、荷物持ちは必要だろ。そういや、俺のシャンプーも切れかかってたな。そうなのか？結構有名なんだけどな。まあ、田舎だし売ってるところ少ないのかもな。じゃあ前に俺が買ったところに行こうぜ。今日はショッピングデートだ。と、その前に、ほら、手もちろんつなぐだろ。あ、ここだ、ここ。だろう。しかもリラックスするしな。あんたもこういうの好きだろ。やっぱりあんたも女の子だな。ちなみにどんな。お、ああそうだな、詰め替えは？ちょっと店員に聞いてくる。その間好きなもん見てろよ。どうした？シャンプー見て固まってるけど。なんだよその叫び声は。店員に聞いたけど詰め替えは売ってないってさ。いつも使ってるワックスも切れそうだったんだ。あんたは、なんか買わないのか？そのハンドクリームは？どれが好きだった？テスターがあるじゃねえか。俺が塗ってやるよ。そうか？いつもつないでるじゃねえか。よし、塗り終わったぞ。うん、いい香りだな。買おうぜ。じゃあ俺のシャンプーを別の安いのにすればいいだろう。別に気を使ってなんか。あ、
ハゲハゲ言うな。将来俺が確実にハゲるみたいじゃねえか。気にしてねえよ。ほら俺の頭を見てみろ、ふさふさだろ。全然大丈夫だろ。俺を哀れみの目で見るな。大丈夫だよ。大丈夫だよな。なんか俺まで心配になってきた。すぐになくなる髪か。じゃあこれなんてどうだ。ジャスミン、イランイラン、クラリセージが使われてて可愛らしい女性にぴったりの香りだってさ。つるつる。ありがとうございました。なんか悪いな。まさか普段使ってるシャンプーがそんなに高いとは思わなくて。次はどこに行くんだ。終わり。ガラス製品が見えたからついフラット。別に買うわけじゃねえぞ。ただ今後の参考にしようと思っただけだからな。あーでもあんたが欲しければ買ってもいいけどな。おお、それな。ペアカップにもなってて、くっつけるとハートになるんだよ。そうなんだよ。別に買わないけど、見るだけならタダだし、暇つぶしにもなるし、金使うこともなくて最高だよな。だよな。必要ないよな。欲しいっていうか、記念になるかなって。ああ、いや、デート記念日とか。そうだよな。いつもしてるよな。寄り道して悪いな。次はどこに行くんだっけ？そうか。なら、あっちのインテリア雑貨の方、見てもいいか。お、キャンドルだ。なあなあ、こういうの店のテーブルに置くのなんてどうだ。あ、ほらよく洒落たレストランとかにあるじゃねえか。だろう。あ、今の店の内装に文句があるわけじゃねえからな。一つ買ってくか。別に店に置かなくても
うちのダイニングに置けばいいだろ。どこか行きたいところ、特にはねえな。大丈夫だ。いいよ、どうせ田舎には俺の欲しいブランドはねえし。だからといって別に昔みたいにブランド物をポンポンとカードで買ってるわけじゃねえからな。最近は全然買ってないからな。あんたこそ欲しい服とかねえの？今日はどこでも付き合うぞ。でも一番って少しシンプルめな方がいいんじゃねえか。この小さなリボンついてるやつとか。青かな。決まったな。あ、じゃあ今日は俺が買ってやるからレジに。まだ買うのか。あ、いや別にいくらでも買っていいけど。そうだよな、サイズは重要だよな。これはただの布、これはただの布。何も？じゃあ行ってこい、俺は外で待ってるから。なんかどっと疲れた。いや、今日はどこでも付き合うって言ったのは俺だしな。気に入ったものが買えたらいいんだ。いいんだよ、今日は特別だ。あんたは普段頑張ってるんだからご褒美が必要だろ。だろう？じゃあ次は、なったか？そういえばこの辺に蜂蜜を使ったイタリアンが食べられる店ができたみたいで、結構流行ってるらしいぞ。あれ？嫌いだっけ？大丈夫じゃなかったらわざわざ言わないだろ。そうだな。いいんだよ、あんたにはいつもおいしいもん作ってもらってるからな。そのお礼だ。なあ、グレーテルは確実に好きだよな。どうした？の？
おい、人気のナチュラル素材のグラノーラが特売だって。安いぞ。普段1000円するものが 50% オフの500円だ。で、安かったから買っておいたぞ。ダメだったか？いや、別に。でも、たまに食いたい時とか、あんたが楽したい時とかあるよな。そういう時に便利だと思って。だろ？次はどこ行くんだ？じゃ、スーパーだな。大丈夫だよ。今日はそのために来たわけだしな。すでに15キロオーバーしてるんだが。帰りはもちろん歩きなんだよな。そういえば今日の晩ご飯は何が食いたい？今日は俺が腕によりをかけて作ってやるぞ。って言っても作れるものは限られるけど。得意なものか。わかった、ちょっと材料買ってくれ。買ってきたぞ。エビにマッシュルームにエクストラバージンオリーブオイルに生産者限定のニンニクに赤唐辛子とパセリ、あと岩塩。いや、いい、今日は俺が出す。いいんだよ、俺の小遣いなんだから。ね、あんたは買い物終わったのか？じゃあ、あ、白ワインも買ってこうぜ。そうそう、17年前の製造日のやつはどこにあるかな。あった、これだ。値段は15,000円か。おい、なんだよ。そうだよ、ヴィンテージワインだしこのくらいは普通だろう。大丈夫だよ、これも俺の金で買うし。ああ、今日はいい買い物したな。あそこのシュークリーム屋
できたばっかなんだよな。グレーテルに買っていったら喜ぶかな。ちょっと買ってくる。お待たせ。買ってきた。ほら、あんたの分。当たり前だろう。そっか、よかった。俺はいい。さっき食ったばっかだしな。お？食べないのか？そっか、まだいっぱいあるから好きなだけ食えよ。12個だけど。いや、正確には10個なんだよ。10個買うと2個おまけしてくれるって言われてさ。お得だろう。どうした？ぬぅ、そんなことはねえよ。だって俺ちゃんと無駄遣いしないようにとか節約とか意識してるし。大丈夫だよ、心配すんな。今日使った分なんかどうってことないくらい他のことを切り詰めてるからさ。別に何でもいいだろう。なんでわかるんだよ。別に我慢なんかしてねえよ。仕事場で使わなくなったものとかもらって利用してるし。まあちょっとだけ作る頻度を減らしただけで。あんたにはいつもいろいろ苦労かけてるだろ。若いし女なのに我慢させてるし。それなのに俺だけ金のかかるバーナーワークとかやってられねえだろ。でもそれだとあんただけに我慢を。俺の未来の嫁、頼もしすぎる。いいのか？荷物も重いし、すぐ帰りたいだろう。ああ、もう大好きだ。ああ、これもいいな。でもこっちも。